菅野中学校、高等学校は、東京都都島区上、池袋一丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立男子中学校、高等学校。高等学校は、中学校から入学した内部進学生と高等学校から入学した外部進学生とで構成され、高い理性は2年次から、中井理性との混合クラスとなる。 平設混合型中高一貫校である。社会学者であり、教育者である、遠藤隆吉が資材を投じて1910年5月、私塾、須縁学者を設立。公教育による、英才教育を唱え、文部の鍛錬と人格投矢を実践する教育の場とした。1922年4月、旧須賀も中学校設立。公教育による品性の投矢。 学問労働の一致、徴用の嬢をもてこうぜとする。2013年に解体されるまで本学園を物語っていた学園本館はこの時に建設されたものである。堀内正造は長きにわたり第四代校長を務め、菅も学園の基礎を築いた。現在の校長は堀内藤夫である。教育理念は、心身ともに努力主義であり、 誰にでもできる努力を誰にもできないレベルまでやり遂げることによっての未将来が開かれることを強く説いている。その努力主義は、少年期の学問、体育を通じて実践され、生徒たちが精神面、肉体面で優れた真のエリートになることを教育方針としている。特徴として、全教科必修主義、全校有段者主義を掲げ、卒業までに柔道、 または、剣道で初段の実力を培うことを目標にしている。中学では、剣道、高校では柔道、または剣道を、正規の必修授業科目としている。心身鍛錬を目指した、学校行事も行われている。5月に、大菩薩峠越え強不大会、7月に、スウェン流水泳学校と立品学校勉強合宿、11月の、 国営武蔵川丘領森林公園マラソン大会1月の関係ことを季節に応じた様々な行事がある。2012年度より老朽化した校舎の解体が始まり2015年8月までにすべての新校舎が完成した。なお、後期前半は工事が集中して行われるため中学は2012年9月から2014年8月まで約2年間。 浮きまかり校舎に移転していた。所在地は、東京都豊島区菅野ではなく道区上池袋である。校歌、学園歌、応援歌、スエンリュー歌、スエンリュー立山水営業の、計5種類の学校歌がある。ただし、学園歌が歌われることは稀である。校歌と学園歌は、卒業式などで、全校生徒により、セットで歌われる。5月上旬に行われる。 深夜2時から東京の奥多摩と山梨の縁山との間に位置する大菩薩峠を越える。全校生徒が参加するが、中学1年生にとっては入学以来初めて経験する学校行事である。日中に歩く場合に比べて多くの危険が伴い、安全確保のために教員や卒業生がコース上で見張りに立っている。毎年出発地点が交換される。 学年ごとに踏破する距離が異なり、2005年に実施された大会では、中1、20.9km、中2、3、26.0km、高1、27.0km、高2、33.9km、高3、34.5km のコースであった。2000年頃までは、小郷ダム駐車場延山北中学校の4 2 3トルが、 高校生のコースであったが、小河内ダム駐車場が利用できなくなったことにより、高校生のコースが短縮された。毎年夏休みの初めに3泊4日、千葉県立山市北条海岸にて行われる。現在は中一のみ必修となっており、中学2年生以上は自由参加である。古くから日本に伝わる、伝統的な日本英法を学ぶ場として、 現在に受け継がれている。一重の死二重の死両輪の死などの基本英法から始め、上級班では各種の抜き手も習い、合宿の最後には演泳が行われる。演泳では、演用、栄養の掛け声で縦山湾を横切る。演泳では、両輪の死で泳ぐことが推奨される。これは、両手は、斜面のすぐ下を撫でるように水平に円を描いて、 浮力を得、両足は大きく、ゆったりと前後に開いてから勢いをつけて閉じる、ハサミ足から推進力を得る泳法である。両手両足をシンクロさせて一書きするが、一書きするごとに数秒間全身を一直線にして、のしを取る。両輪のしでは手は水をかかないので、疲れにくく、また、のしを取るたびに体を休めることになるので演芸向きの泳法である。 なお、スエン流では、他の日本英法各派同様、ほとんどの英法で頭を水上に出して泳ぐ。日本英法の他西洋英法も学ぶ。英法指導のほか最終日の朝に行われる、宿舎対抗の歌合戦の指導にも熱が入る。歌合戦は、声量と迫力に重きが置かれるため、毎夜の歌の指導は荒々しい。英力に応じて、分けがあり、 上級班になると、ヨットや和船の操船も習う。毎年夏休みの7月末から8月初めにかけて行われる。長野県立品高原にある立品学校にて団体生活を学びながら、普段の授業では触れることのできない分野などを学習する。中学全学年と高い理性1年が勉強合宿を行う。 創立記念日である11月25日に、毎年国営武蔵が丘陵森林公園で 10km 走を行う。全校生必修である。学年ごとに、スタートの時間差を3分ずつ取っている。3学期の授業開始後、ほどなく行われる。剣道、柔道、駆け足の3種目からなり、早朝、始業前から稽古が始まる。 全校生徒の参加が推奨され、中1から高2までの参加率は90%以上、高3も2割の生徒が参加し、関係校終了後に、センター試験を受験するなど6年間解禁を目指す、生徒も多い。以前は15日間行われていた時期もあったが、生徒の通学域の拡大や実質全校参加である、事情を鑑み、 実施期間はかつてより負担が軽くなり、現在、期間は6日間。最終日には、農会が行われ、豚汁が配られる。クラス対抗で、中学生は、ドッジボール、ハンドボール、卓球、バレーボール、バスケットボールを、高校生は、ハンドボール、バスケットボール、バレーボール、卓球を戦う。最後に、各種目の学年優勝クラス同士で学年を超えた。 決戦を行い、中学優勝、高校優勝を決定する。2学期が終わると、志賀高原のスキー場で、スキー教室を開く。スキーはもちろん、温水プールやピザを作ったりして楽しむ。校内100人一首ガルタ大会は、中学、高校別にトーナメント戦で行われる。100人一種を暗記することが、中1の冬休みの宿題として出される。 イートンカレッジは1440年に創立され、以後560年間、イギリスの歴史に大きな役割を果たしてきた。王室、貴族階級の子弟が学び、歴代の多くの首相を輩出。中3から高2の間の夏休みに、希望者はイートン校での勉強と寮生活を堪能できる。日本の私立中高としては、 イートン校の初めての定型校であり、毎年約40名が参加できる。日々の英語の授業に加え、大英博物館を訪れたりして、文化歴史も学ぶ。希望者が多い場合は、英語の成績などによって選抜される。オーストラリアにホームステイしながら、現地の中学、高校に体験入学をする。民間旅行会社による留学プログラムであり、学校を通さず、 個人での申し込みもか。中学3年生から高校2年生対象のイートン校サマースクールの実績を踏まえ、2017年度から中2中3対象にすがサマースクールが開催されることになった。低学年の生徒に英語コミュニケーションの楽しさや意義を実践する場とし、英語力の向上とともにより高い教養を身につける機会となることを確信している。 としている菅も学園では、一般の学校でいうところの部活動のことを、班活動という。基本的に中学と高校は、別々に活動しているが、スキー班や柔道班など、合同で活動している場合もある。中学と高校は、一緒に活動する。周辺地図、遠藤隆吉遠藤健吉清水虎を堀内、正蔵堀内藤尾。ありがとうございます。